けは女を癒す水。はい、スペシャル延長。本日はありがとうございます。啓太さん、京子さん、これからの人生、2人で、幸せな家庭を、築いてください。乾杯。誓いの言葉。本日私たち2人は大切な皆様に見守られ、結婚できることに感謝するとともに、ここに夫婦の3つの誓いをいたします。1、笑顔があふれる温かい家庭を築きます。2、いつでも互いを尊重し、お互いの味方でいます。3、思い合う気持ちを忘れず、感謝の気持ちを声に出して伝えます。この誓いを忘れずに、ずっと一緒に生きていくことを誓います。父さんへ、京子と一緒にいるようになって、なんか悪ふざけのやり方とか、ちょっかいのかけ方とか、絡み方がなんかすごい、自分が最近京子にやるようになって、まあ、なんかそういうとこ父さんにすごい似てるのかなと思うようになりました。母さんへ、いつもそのなんか頭ごなしに否定するんじゃなくて、これからどうしてたらいいんだろうねっていうことを一緒に話し合ってくれてありがたかったです。ありがとう。私はパパとママの娘でいることを自ら選んで生まれてきました。そして私が私のままでいいんだよと、自分が大切にしている気持ちを尊重して、28年間ありのままの私を認め続けてくれてありがとう。私は今までの経験の中で、人生というものは本当に山あり谷ありなことを知りました。それでも自分が認めてあげることで、全てのことが無駄じゃないっていうことに気づかせてくれたのは、パパのママの言葉だったり姿勢だったよ。少し寂しいです。でも同時に、巣立つことは幸せで喜びにあふれたことだなとも感じています。きっとこれから私たちはどんなことがあっても、夫婦で工夫しながら人生を楽しくしていくことと思います。これからは啓太さんとの暮らしが待っています。私はとても楽しみです。この3年ともう少しの期間っていうのは、私にとっては社会人を始めてから今日までの日々であって、京子にとっては彼女自身のいろんな生き方を向き合うことになったような3年間でした。で、2人とも、まあ、思い悩んだり、苦しんだりすることもあったんですけれども、今日ここにお越しいただいた皆さんからご指導いただいたり、お言葉いただいたり、時に助けられたり、してこれたからこそ、少しずつ成長して前に進んでくることができたのかなと思います。これから啓太さんとの暮らしを大切にしながら、一歩ずつ進んでいきます。